日本バスケットボール協会は28日、東京都内で定時の評議委員会を開催。パリ五輪に関する報告を行った際、東野里見技術委員長が自分の発言で関係各所にご迷惑とご心配かけたと謝罪する一幕があった。東野氏は9月の理事会後にパリ五輪の男女日本代表に関する総括を発表。この中で選手の名前を挙げて選考を批判するなどした。また強化の責任者でありながら、来年6月の任期満了まで務めることが明らかにされ、女子代表のウマウリ・エブリン、29、イコールデンソーイコールらが、自身の SNS で反発、物議を醸していた。東野氏は、総括の中で選手の実名を挙げたのは、配慮が足りなかったなどとも話したという。これに対して評議員の間から責任を問う声などはなかった。東野氏の任期について渡辺伸二事務総長は五輪の技術報告書作成や育成を含めたジャパンズウェイ強化方針の改定など職務がありこの場で辞めていいという判断はしていないと改めて任期満了までの職務継続を確認した。評議委員会ではまた5億9400万円の黒字となった2023年度決算を承認した。